簡単なさくらんぼを折ります。まず半分に切った紙を用意します。こちらを半分に折ります。半分に折ります。もう一度半分に折ります。広げます。こちらの折り目とこちらの折り目を合わせて折りたたみます。反対側も同じように折ります。返します。こちらの辺を真ん中あたりまで折ります。こちらの部分の三角を潰します。反対側も折ります。こちらの角を内側に折ります。裏返します。次にヘタの部分を作ります。このように小さい紙を用意します。こちらを半分に折って広げます。折り目に向かって折っていき、ちょうどいい太さにします。真ん中の部分を上を少し残してハサミで切ります。こちらを少し段折りして斜めにします。こちらで完成です。